1P 側天草ビローバイケン投げファーストチーム、題しまして 2P 側ヒロアンジ竹谷ファーストチーム、ほらよ空気それじゃダメだね。さあ、はい、おお、すげえ。今回なんかさくら発生が早すぎるせいで、なんか俺の名をガードされてからさくらって出して、まあ当たんないってことがあったりするんで、ちょっとわかんないですね。やっぱすげえだった。集団しっかりさくら返して、足払いから FB イン、ハイスラフィンから立ち消え、キングス一本戦車ヒロアンジ。さあ、ジャンハイから立ち切りで、イエスまで締めてくる。さあ、見つめ合って、さあ、どうなる。さあ、エースから、ここは、派生せずに、しつ。さあ、いきなり出たけど、3枚の小波、これは痛い。ジャンプリー、吹っ飛ばして。さあ投げて、お引き攻めは、さあめくり、ピーピーと刻んで、ジャンプリー締める、さあバギヒット、空中コンボへ、空中の線、そして画面端から、おっと、見えない、めくって、じゃあはい、しかし、立ち系が出ている、あーと、当たらない。もう分かんねえ、2敗封じが待って、違う、2敗が待っていた、逆だ、封じからどうするの、ジャンハイの持続、足元ぶっ刺して最終ラウンド、さあ5番足払い封じナイター、いけると思ったこっち行け、ほらよ何がいい、何がいい、ほらよ、大物、これなら何がいい、さあ前 B から封じん、これなら2枚ぐらいしかこう持続長そうな技、あとかばりぐらいか出さそうな体験ですね。うまく振っていく感じですが、ここ空中ダッシュ通していきました。先に広いからジャンビー、さあ端何を狙っているか、ヒロアンジカードを固めて、エンゲスから封じん、前ハイが誘った空中ダッシュ、連続ヒットせず、ジャンディーカウンターヒット、 2K 助け足払いからオーレン、さあここは厳しい展開になってきてしまいましたが、どうする、封じんで逃げたいが誘って走る、足払いザーン、これ無敵だ振り向いたしよ、これでどうなんの、ハイスラフトーンからハイスイエス、おお、エリアルコンボを選択、勝ったのはヒランジ、天気に無双の舞だ、さあ、行きましょう、大将戦です。ジャスティスはダメだな、かわいそう、瞬間見てしまった。さあ、行きましょう、マテションファースト同キャラ戦、青い色が投げファースト、そして白いこの色がタケアファーストです。あっ、隣にデルベンさんで、ここはバーストしよう、体力を回復、あー、これは痛すぎる、すごい軌道でぶっ飛んでくる、フェスアレー、そしてタライも非常にサーチ能力上がっていますね、強力、今までサーチしませんでしたね、僕が上がっているので、連続ヒットしないんですが、打ち上げて、知ってるね、この男。打ち上がってる間の毒のダメージ、そしてこの
落ち着いてたんでしょうね。やっぱファーストスカイにはよくあるあれなんでしょうね。あーもう投げたのはかけました。ジャンプリーゴーイング。あージャンプリーゴーとして攻めが続く。足払いからハンマー逃がさない。なんだこりゃ。おお何ゴーイングメクになんと辛い。持ってるぜこの男、やばすぎる。さあ回避さんないファースト。さあやっとこらえた。チームファーストもうさらば。おおすげえ。いきなりオイスをバーストで避ける。なんだ何が起きたんだ。さあガードしてる後ろから速い。もの投げてドリル、そしてジャンプリー、お互いに踏んだらかぶせる。後ろからガードして、あー間に合わない。こちらも後ろから、そしてうっすーん、どっち差し込んでいたのは竹谷ファーストということで、優勝は竹谷ファーストヒロアンズチームです。おめでとうございます。拍手お願いいたします。竹谷さんが勝つとは確かにうーんちみたいな。さあやはり今回のファーストついてるなと思ったら物ガンガン投げる感じがいいですね。さあそんなわけで本日の 2on2 大会参加者何人だったかな、20ちょいかな。ありがとうございました。大雨の中ね中央線止まったりいろいろしましたが盛り上がったと思います。じゃあ本日の大会これにて終了となりますね。お疲れ様でーす。じゃあ今からね、のじゃい台の方配信戻し、ん違う、A 番台の、設定をのじゃい台に戻しますので、よろしくお願いいたします。